どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はスパッタリーで塗り絵をするべき前衛が塗りをする強みとなります。スパッタリーなどの前衛武器を使っていると常に対面が多くなるので塗りをするのって難しいんですよね。塗らなさすぎたら不利になりますし、かといって塗りをしすぎると敵に見つかりますし、バランスが難しいかと思います。そこで今回は前衛の塗りの必要性から何のために塗りを行うのかをまとめていきたいと思います。単純に塗った方がいいというのもあるかもですが、そもそも塗り行動のメリットが大事ですよね。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは早速解説していきたいと思います。まずスパッタリーにおいて塗りは必要なことだと思います。というのも単射程ということもあり、塗り自体は強い武器となります。また特に赤スパはサブやスペシャルでの塗りが難しいため、足場を確保している範囲は行動範囲に直結してきます。青スパの場合はトーピードがあるのでクリアリングをしながら動くことは可能ですが、赤スパよりも足場に影響されないという部分も大きいです。とは言っても、まあどちらのスパッタリーはメインでの攻めを考えると、足場は非常に大事かなと思います。塗り自体は必要な行動というふうに思いますね。それでは塗りをすることによって恩恵の話をしていきたいと思います。一つ目は潜伏の精度を上げるという点です。スパッタリーはメイン火力が高いので、潜伏との相性が非常にいいです。ですがこの潜伏自体は足場の状況によっては非常に行動が読みやすく、事前にバレることにつながります。そこで大事なのが潜伏場所の選択を増やすための塗りとなるわけです。例えばですが、画像2枚の時どちらが厄介に見えるでしょうか。右側の方が足場が取れている分潜伏される可能性の場所が多いので対処がしづらいですよね。クリアリングする場所が多いので、そもそも相手の行動自体が制限されます。一方、左側の画像は、潜伏をするにも場所が特定しやすいですよね。こうなると見つけられるのは時間の問題となります。このように潜伏をしっかり決めるにしても、足場の状況は非常に大事になります。いるかなという疑問は、上手い人なら一発で当ててきますからね。選択肢を増やしておいて成功率を上げるのは非常に大事となります。2つ目は壁を塗って侵入を楽にするという点です。スパッタリーの魅力は敵陣営の侵入できる身軽さです。ですが敵陣に入るためには足場の塗りだけではなく壁をうまく塗っておく必要があります。壁の塗りができているだけでスムーズに前線に上がれるマップもありますので、意外と大事なんですよね。またこれは自陣側の壁にも言えることです。自陣側の壁を塗っている場合、防衛の際に役立ちます。塗っているだけで敵が侵入しにくいという点がありますね。壁を塗る手間があるため意外と時間稼ぎができます。また防衛時に自分が壁に隠れて飛び出るという行動も使えます。スパッタリーは射程短いですから、自分から行くよりも来てもらった方がはるかに対処が楽になります。射程が短い武器こそ壁塗りはとても大事な要素となってきますので、移動ルート確保の際にちょっとだけ塗っておくといいかなと思います。ただがっつり塗るという作業はしなくていいと思いますね。前でそんなことしてたら索敵されてすぐやられてしまいますので、この辺りは短時間ですることが求められると思います。3つ目は足場を整えて復帰を楽にするという点です。反射程にとって足場が取れている状況は復帰の位置に関係してきます。これはマップの状況を比較するとすぐわかることです。画像を2つ並べた時、どちらの方が楽に復帰できるでしょうか。右側の方ですよね。足場が取れている分、味方の周りも安全圏の可能性が高いため、復帰がしやすくなっています。また、この状況だと前にも出やすいので攻撃を続けることができますよね。ですが左の場合は足場が少なく味方の位置も後ろのため、復帰後の辛い展開が読めます。さらに相手の前衛も押し込んできているので、攻めるというよりも防衛に転じる流れになるわけです。
このように足場を整えているだけで復帰した際の状況を変えることが可能となります。まあ、このあたりはもちろん相手の塗りの強さっていうのもありますね。連続で攻め続けるのであれば足場が整っている方がとても有利ですよね。押し込みが強いのはこの塗りの影響もあるというわけです。もちろん塗りをしっかり整えろというわけではないので、そこだけ注意してください。常に復帰や時間がある際に足場をちょっと整えるのも次につながる行動というのを理解してもらえるといいかなと思います。なんならスペシャル溜まってエナドリのご利用しができますからね。最後にですが、短時間での塗りが大事となります。塗りの重要性は伝わったかなと思いますが、落とし穴ももちろんあります。塗り行動というのは体をさらす時間になります。塗ることによる恩恵はありますが、リスクもあるというわけです。そのため短時間である程度周りを取れる塗りをする必要があるため、塗りの技術は大事になります。またどこまで塗りをするのか、どのあたりを塗る方が相手が嫌なのか、このあたりが塗りを効率よくするために重要となるわけです。単純に塗ればいいと思われるかもですが、短時間でかつ次につなげる塗りとなると効果的な場所を選ぶのはとても大事となります。このあたりは研究がいるかもですが、まずは塗りを試してうまく動けそうな場所をマップごとで探してみるのがいいかと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。バッタリーで塗りはするべき、前衛が塗りをする強みはいかがでしたでしょうか。前衛武器を使っていると対面多くて塗りをすることは難しいのかなと思います。ですが隙間時間にできることもあります。何もしていない時間をなるべく減らして足場から対面を有利にするようにしていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。